カラルは、スペイン・ガリシア州は、コルーニャ県のムニシピオ・コマルカ・ダ・コルーニャに属す。スペイン国立統計局によれば、2010年、の人口は5945人。住民故障は、カーレイス、エサ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は97.91%。カラルは、ア・コルーニャ県中北部に位置し、コマルカ・ダ・コルーニャに属する。北は、 カンブレと東はアベゴンドと南はオルデスと西はセルセーダとクジェレードの各自治体と接している。自治体中心地区はパレオ教区のカラル地区。自治体市長はガリシア国民党のホセルイス・フェルナンデス・モーリーニョ。自治体評議員はガリシア国民党8ガリシア社会党2 a i で g 2ガリシア民族主義ブロック1となっている。 カラルは8の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。a b ディースヤナージングラフコエレストロドで、ガリツヤ Volume 6、P233 から234、ジゲルプブラケーションス、ISBN 978から8461358168。 パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991シフレスオフィシアルズデロースセンソスリスペクティボースシフレスオフィシアルズデパブレーシアンリザルトンツゲラレビチオンデルパドロンミューニセプルエイチデエネロありがとうございます